自分の状態を見ることができる。腹が減っていたり水分が足りなくなっている場合もあるぞ。その際は消耗品の欄にある水分や食事の補給を行ってくれ。体調は万全に整えておいた方が安心だ。次のウェーブまでまだ約1分間ある。各チームそれぞれ次の防衛に向けて準備を進めてくれ。さあマップを見ると分かるように、先ほどは3カ所だった進行ルートが今回は4カ所に増えている。敵が進行してくるルートは4カ所だ。どこを誰が守るのか、どこに何を設置するのか、メンバー同士でしっかりとコミュニケーションをとって分担をどんどん加算されていく。敵を倒すことだけでなく周りの仲間のこともサポートをしてやってくれ。さあ中央のチームがウェーブ2つ目のウェーブがスタートした。4カ所から侵略してくるクリーチャーしっかりと分担やってくれ。マップ上に表示される三角は仲間の居場所だ。赤い点は敵のマーク。しっかりとマップを常に確認してくれ。さあ向かって左と右のチームもウェーブ2回目がスタートしたような、しっかりとワームホール採掘機を守ってくれ。ここを上に乗っかれるんで、上から攻撃すると土のうは上に乗って攻撃ができるとサポートスタッフからのアドバイスも入っているぞ。土のうは上に乗って攻撃をすることができる。そうすると敵からの攻撃が当たらないことも多いだろう。有利に進めることができそうだ。さあこのウェーブ2からは少し違った敵ボーマーが登場している。このボーマーは残りの HP が少なくなると自爆をする性質がある。だがある方向から攻撃をすると自爆を防ぐことができるそうだ。さあぜひいろいろと試しておいてくれ。画面に血しぶきが出ているものは怪我をしているぞ。敵と距離を取り怪我の治療、 HP の回復をするんだ。クリーチャーはあまり視界が良くはない。離れれば追ってくることはそう多くはないぞ。さあタッチパッドの右を押すと自分の状態を確認できる。距離を取って安全な場所で治療を行うんだ。かなりの箇所を怪我しているが、しっかりと今のうちにキュアを行ってくれ。怪我の治療を行う場合はタッチパッドの右を押して方向キーとともに丸ボタンを長押しすると治療をすることができる。そうだ、怪我は放置するな。なるべく早く治した方が自分のためにもなる。残りの HP とスタミナの確認も怠るなよ。 HP の残りわずかなのに気づいてからでは遅い場合もある。しっかりと HP そしてスタミナの確認もするな。右のチームも怪我人が出ているようだな。しっかりと治療を行ってくれ。万が一味方がクリーチャーの攻撃で倒れてしまったら早めに近くの者が駆けつけることだ。さあ右のチームは1人やられてしまった。近くのメンバーは助けに行ってやってくれ。タイマーがゼロになるとスタート地点からのやり直しになる。かなりの時間の過ぎになってしまうぞ。マップ上のドクロマークが倒れている仲間のマークだ。マップ上のドクロが、そうだ、マップボタンを直してリバイブ良かったに聞こえた。そうだその調子だ。仲間同士でしっかりとサポートしながら戦ってくれ。怪我は放置するなよ。なるべく早く直すんだ。左のチームも1人やられているぞ。マップ上のドクロマークが倒れている仲間の位置だ。さあ画面によくやった仲間のサポートでリバイブ耐えることができた。さあそれぞれのチームウェーブ2も無事クリアだな。多少怪我をしたのはいたかったが、まだ3回目のウェーブはさらに敵の進行ルートは増えるぞ。しっかりと防衛設備を設置してくれ。さあウォーカーギアを手に入れているチームもいる。ウォーカーギアはかなり強力なガジェットだ。できれば手に入れておきたい。青いサークルの方向にクエストが発生しているぞ。
青いクエストの方向に、青いサークルの方向にクエストが発生している。ではこのウォーカーギアは2人しか乗ることができない。4人全員で向かうと2人は無駄足になる。しっかりと分担をして向かってくれ。